西口福佐駅は東京都福佐市本町にある東日本旅客鉄道大目線の駅である。駅番号は JC57。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。福佐市管理の自由通路の階段は、東西両出口とも、中上駅南口、秋島駅南口と同様に上部が線路に垂直、下部が線路に平行に、 南北両方向へ分かれる配置となっている。JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する業務委託駅で、灰島駅が当駅を管理している。駅舎内には自動券売機4台、自動改札機、自動生産機が設置されている。緑の窓口は2005年に廃止され、それに代わるものとして、もしもし券売機カエくんが設置されたが、 2012年2月23日をもって営業終了し撤去された。バリアフリー施設として、ホームと改札との間に、エレベーター1機とエスカレーター2機が、また、コンコースと1階で入り口間とのに、東西各1機のエレベーターが設置されている。トイレは、駅構内にあるほか、西口と東口に1箇所ずつ、市管理の公衆トイレがあり、西口のものは、車椅子多用である。 駅コンコースや駅室入口付近にはミニコンビニや各種店舗がある。改札台面の教場の店舗は教場改善に使用されていた古い古戦挙を再利用したものである。また、西口側には福祉市のコミュニティスペースが併設しており、市民などが使えるギャラリーなどがあり、写真や絵画など各種イベントが行われている。JR 中央線と 青梅線立川青梅機関は、2023年度末に2階建てグリーン車2両を連結させた12両編成運転を開始する予定。そのため当たり駅は、今後12両編成の列車が停車できるようにホームを延長する工事や、信号設備改良、校内配線の一部変更などが実施される。2020年度の1日平均乗車人員は12,136人で、ある。 近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り、左手に分かれる道が元貨物支線。近年の街路整備事業で、間口だけ拡張された駅周辺は、福祉市の中心街であり、2004年4月21日に建て替えて再開業した声優をはじめ、マクドナルドとケンタッキーフライドチキンを手なんと荷物二つのビルを中心に、 東口ロータリー周辺は多くのファストフード店と消費者金融店舗などが入るビルがある。東口の西友喫茶店、パート1、2階とはペデストリアンデッキで結ばれており、さらにメインストリートの柳通りの反対側の声優パート2側まで車道を横断することなく、ペデストリアンデッキで行けるようになっている。また、声優パート1地下1階には、 福っ市の自転車駐輪場が設けられている。西口は長らく長崎屋地下に丸藤が営業している間、ロッテリアと合わせて賑わっていたが、両店舗が相次いで閉店したため、東口と明暗を分けていた。閉店後はリニューアルされ、近年になって長崎屋がテナントで入っていた丸藤ビルの地下に居酒屋と1階に木の貸し、2から4階に再びダイソーが開店し、 盛り上がりを見せている。なお、同建物の4階から屋上にあった複合型アミューズメント店は閉鎖となった。2010年現在では居酒屋が別のブランドになりリニューアルをオープンした。また、6階にはクリニックが同ビルに移転をオープンした。在日アメリカ空軍横田基地にも近いためアメリカ軍人とその家族なども多く見かけられる。また、東口周辺には アメリカ軍人相手の商売が発祥の飲食店街が見られるが、不況の影響などにより店の数は減りつつある。毎年8月第1木曜日から、その直後の日曜日にかけて、西口一帯において、府、サタナバタ祭りが行われ、例年40万人以上の人々が訪れる。開催時、駅前通りは歩行者天国となり、様々な七夕飾りが街を彩る。また、 暴力団の資金源になるとの疑いから敵屋の屋台が締め出され代わりに商店街の商店の露店も含めた多数の市民も2点が賑わいを見せている。また、悲願時期になると西口から西多摩霊園に向かう人が多数訪れることから臨時の送迎バスが運行されるほか駅構内で委託業者による花束の販売なども行われる。さらに 高校野球の時期になるとその予選が、アキル野市の草花球場で行われるため、西口から毎年多数の高校生が降り立ち、当駅からバスを利用する。近年では、アキル野市草花地域の宅地開発が盛んで通勤、通学の交通手段増強が行われており、同駅を発着するバス路線も2009年12月1日から、平日の最終バスが25時7分に繰り下げられた。 2011年4月1日から羽村関方面へ路線バスが19年ぶりに復活し、これまで交通空白地帯であった福佐警察署、羽村関方面へのアクセスが確立された。特に羽村関は桜の名所であり、羽村市のチューリップ祭りの会場からも近いことから、行楽客の利用者が見られる。しかしその後、福佐駅から羽村関方面に向かう路線バスは、 廃止された。なお、1950年代末まで当駅から多摩川で採取した砂利運搬用の支線が伸びていた。この廃線跡は西口から羽村方向に線路と並行する狭い一方通行の都道を歩くと、右手の市営自転車駐輪場の左に唐突に現れる綺麗なカーブを描く道をたどることで容易に知ることができる。以前は西部総合企画が運行する。 ハムラ駅東口経由のザモール水穂16行の無料造芸バスが運行されていたが2007年1月でハムラ駅東口までに短縮された。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。